はい、徳島市より n h k をぶっ壊すーということで、えー、令和2年11月の8日、お昼の2時ちょうどです。えー、っとね、今日は、えー、前回、前々回かなの副投手のライブで、まあ、その尾崎さんについて、まあ、副投手が言及されたことについて、えー、ちょっと喋っていこうかなと。 思いますまあいろんなパワーワードが出たんですけどまあ副投資の認識としては外役ボランティアだと思ってるとか、えー、部外者ですとかねまあ党関係者ではないという認識でいると、えー、あとはねまあ立花投資と共同経営者だと小崎さんまあ常日頃から言ってたらしいんですけど、えー、実際のね まあ、事実、まあ、どういう風に尾崎さんが言うかは自由ですけどあの実際のところ、まあ、大きく違ってるよと大きく違いますよっていう風なことを、まあ、副党首がおっしゃっててで、まあ、その副党首の発言について、まあ、いつものごとくね「鴨倉さんどう思うんですか?」っていう意見もありましたしもうすでに自分の意見を僕にぶつけてくる人も いましたえ副投資よく言ってくれたっていう人もいればなんであんなこと言ったんだろうっていう人もいればいろいろまあいろんな立場の人がいるのでまあいろんな意見が出ていいと思うんですけどあのー、個人的にはねあのはっきり言ってなんだろう 尾崎さんが部外者だろうが部外者でなかろうがまあまあ僕からするとどっちでもいいんですよねどっちでもいいあんまりそこ気にせんでもいいかな僕はね僕はですようんなんでかっていうとまあ立花党首のことを応援してて NHK 問題に取り組んでくれてる N 国党だから応援してるわけでしょだからそこでその中の1人が この人が関係者でこの人が関係者じゃないとかそんなこんなちっちゃい話題については個人的にはそんなに興味がなくてその内容についてはあんまり興味がありませんはっきり言ってただやっぱりねいわゆる内ち毛歯だっていうふうなことを言う人もおりますよねで内ち毛歯の原因は何なのかね 何なのかって考えた時に僕はねやっぱりライブ配信やってます配信者大橋正信さんねライブ配信やってます尾崎正則さん配信者ねその党の本人張本人たちが自発的に相手のこと言ってますかって考えた時に。 必ずしもそううじゃないと思うんですよねあのー、僕は最近はねちょっと副投手のライブの方しか見れてなくてその尾崎さんのライブの方っていうのはそれこそまあツイッターとかには出回ってないような切り抜き動画であったり、えー、スクショであったりっていうのがまあ勝手に届くのでそれで見たりで時間がある時はねあのー、もちろん見たりもします尾崎さんのライブもね。あのー でまあ大橋さんのライブに関してまず言うとその尾崎さんのことに対して言及大橋さんがするときするタイミングっていうのは誰かがチャット欄で「尾崎についてどう思いますか」「尾崎がこんなこと言ってましたよ」でそういうチャットが出てくるんですよ。 でまあ大橋さんの場合ねチャットを全部一行一行全部読む人ではないのであのまあ見逃す時もあればもうスルーする時もあれば読む時もあるんですよね例えば尾崎についてどう思いますかっていうコメントをする人がいるんですよ大橋さんに対してもちろんねチャット欄でそういう コメントをすするる自由もあると思いますチャット欄なんであのそういうのしちゃダメっていう法律も何もないルールもないのですればいいと思うんですけどその意図は何なのかって考えた時に普通に普通にですよ大橋さんが まあ自分の好きなプロレスの話をしてたり、12月19日かな、の土曜日かな、の、果たし合いに参戦することが決まりました、相手は就勤人ですとか、そういう報告であったり、弁護士法違反のね裁判の話をしていたり。 そういうまあライブ配信者の配信の流れの中でそこで尾崎についてどう思いますか尾崎についてどう思いますかってコメントをするっていうのはするなとは言わんけどなんか何を言わせたいのかな大橋さんにっていうねそういう違和感なんとも言えない違和感っていうのがちょっと僕には 毎回あるんですよねでそれはね尾崎さんのライブでも一緒だと思うんですよねその「大橋が」とか「鎌倉が」「アムストが」「マシューが」って書いてる人をね僕もそれこそさっきも言ったようにスクショとか届くので知ってますけどいいんですよ別に僕とかアム「アムスト」とかカ、えーと「マシューさんのこと言うのはいいですよ チャット欄で尾崎を排除しししようととててますかかねしてないから俺らそんなことしてないしそもそもそんな権力も力もないから、ね、単なる単なる一支持者ですから、ね、一応援者ですから一ボランティアですからね常識で考えたらまあ分かると思うんですよ。あのー そんな権力があるんだったら、あの、ね、人のこと応援せずに自分で何かやるでしょう、うそんなパワーがあるのであればね。<laughs> そんなことないよって、まあ、リアルタイムでね、尾崎さんのライブ見たときに、そういうコメント書いてる人、まあ、目の当たりにするときありますけど、まあ、あえてね、別にそこで、そんなこと言ってないでしょう、僕、みたいなことはいちいちね、僕は書かないです,ですけど、 あのねその配信者に対してそういうことをわざわざチャット欄で言って「尾崎さんに何を言わせたいの?」なんか平和に喋ってた尾崎さんのライブじゃつまらないから過激な発言を引き出させて揉めさせて。 なんかそういう欲求が満たされてる人たちなんかなっていうね。まあそうじゃないって言うかもしれんけど、僕にはそう見えてしまうんですよね。それは尾崎さんのライブチャット欄だけじゃないですよ。大橋さんのライブチャット欄でもそうですよ。で、前にライブで僕ちょろっと言いましたけど、なんていうアカウント名の人が、 どんなプロフィール画像の人がどんなチャットコメントをしているかみんな見てますよって僕言いましたよねで大橋さんのライブではこう書いて小崎さんのライブではこう書いて僕のライブではこう書いてってしてる人もいますねいいんですよいいんですよ どのライブに行ってどういうコメントを書こうが自由ですよ。だけど、あの、いくらね、顔も出してない、ね、チャット欄の、1チャット欄のコメント書いてる人だとしても、みんな見てますから、ちゃんと。誰がどういうコメントしてるか、もちろん自分の僕のコメントもそうですよ。 えー、それ以外の人もそうです。ライブを見てる人っていうのは基本コメントも見れるしアーカイブでも残るしね。で面白いのがライブにチャット欄に書き込んで10秒ぐらいで消す人とかおるんですよ。全部自分のコメントそれももうみんな知ってますからね。 残ってますからね。あそういう人なんやとあとでアーカイブアムストさんが見た時に「あこの人こんなこと書くんだ」ってバレないように消してるんだとかねそこまでしてなんかもめさせたいのっていうねあの僕はですよ 大橋さんとも尾崎さんともお会いしたことがあってねお互いがお互いのことをどう思ってるかっていうのはそれぞれに聞いたこともあるあるしね直接ご本人の気持ちっていうのを聞いたこともあるしそんなにねそんなに皆さんが思っとるほどバチバチに喧嘩してないっすよ。 あのー、まあ喧嘩してないというかねあ,あったら「お前なんだこら」みたいになるような関係じゃないですよお互い目も合わさずすれ違う時も喋らず空気のような存在になってないですかねそれをなんでライブ配信になったら そういうふうになっちゃうのか。それチャット欄の人の責任大きくないですかってちょっと個人的にずっと思うんですよね。あの何回も言うときますけどいいんですよ。あの <laughs> ね。アムストがマシューがカモフラが尾崎を排除しようとしてるって。 勝手なこと書くのは書いてください。してないですから。ね。そういうふうにあなたたちが勝手に感じただけでしょ。いいよ。どう感じようと自由だから。ね。好きなように書いてくれたらいい。と思います。けどね、揉め事の発端って、ね。本当の発端はもちろん当人同士ですよ。 本当の本当の発端っていうのは当人同士の話ですけどそれってもうとっくの昔に沈静化してますよねそれをわざわざチャット欄の人がなんか揉めさせようという意図があるのかどうか知らんけどやってる人が多いあとね大橋派小崎派 って言っっててる人っていうのは尾崎さんの周りの人だけです。ね。大橋さんの周りにいる人、大橋さんのことが好きな人、自分のことを大橋派ですなんて言ってる人、僕見たことないです。聞いたこともない。大橋さんの口から発せられたこともない。あ君は大橋派だなんて。 大橋さんが言言っったたこことともももなないい僕誰に大橋派ですなんてね応援はしてますよ大橋さんのこと応援してますよだけど派閥とか派閥構想とか言うてる人いますけど派閥ってね同じぐらいの力を持った人同士で争うから派閥になるんですよ ね片方が副党首片方が部外者の場合派閥なんてできないでしょ仮にあったとしてもそれはネットの世界だけでしょネットのチャット欄の中だけの話でしょまたはツイッターの中ネット派閥って呼んでくださいこれから派閥構想なんて大,大それたこと言わずにね 現実世界で行きましょうよ皆さん。そういうところ大事だと思いますよ。だからね、ね、切り取り動画、毎回出ますよね。それを誘発してるのはチャット欄ではないですか。これが僕の意見です。ね、大橋さんがどういう発言をした 小崎さんがどういうい発言をしたその内容っていうのはこの際僕はあんまり関係なく思ってますそれを自発的に言ってるのであればもうね100%自己責任でチャット欄の人がそういうことを誘発誘導して尾崎のことどう思いますか大橋がこんな配信してましたよそういうこうやってやって 人たたちが誘発したことでもね配信者が100%悪くなるのが YouTube なんですよ。チャット欄でこうやって言われたから俺はこういう発言をしたんだなんていう言い訳は通らないんですよ。だから僕のライブ毎回参加してくれてる人はわかると思いますけど。 浦さん何々さんがこんなこと言ってましたよ鎌倉さんのことこんなこと言ってましたよって書いてくる人がいたとしても僕相手にしないでしょあそうなんですね言っとったらいいんちゃいますって僕言ってますよねそういう光景見たことないですかあそうなんやで終わるでしょ自分が話したいことの本筋からずれないでしょ あ、なんか言ってますよ。あ、そうなんや。うん。まあ、言えっんちゃいますで、弁護士法違反第72条のことなんですけどっていうふうに言ってると思うんですよ。だから知らず知らずのうちに、ね、いわゆる匿名のチャットリスナーさん、一部のですよ、全員じゃないですよ、もちろん。全員じゃない。一部の、これぐらいしかいない、一部のリスナーさん。 自覚があるのかないのかは別としてわざわざ火に油を注いでいる人がいませんかというふうに僕は思いますね。で、尾崎さんが塔から出ていってもね、塔から離れても尾崎さんについていきますっていうコメントをしてる皆さんぜひそうしてあげてください。 自分がチャットで書いたコメントに責任を持ってね仮に尾崎さんがまあもう現在も外の人っていうことなんですけどあのまあもう一切関わらなくなってしまったとしてもまあライブ配信とかを続けていくのであればそこでみんなで楽しくやればいいと思うしねあの僕は僕で変わらず 投手を応援しますし、えー、そのねなんだろう、えー、意向意思っていうのを直結で受け継いでると言っても過言ではない、えー、大橋さんね大橋さんってホームページの肩書き見たらね、えー、NHK から国民をも守ると副投手ね 柏市議会議会員もう一個肩書きがあるって知ってましたね NHK 集金人対策担当っていう肩書きがあるんですよ大橋さんってそれは党のホームページに載ってますということはね党のホームページに載ってるっていうことは党が認めた集金人対策担当 でしょそういうことです。あとはお察しくださいという感じですかね。まあ端的に短い動画にしようと思ったけど結局また20分ぐらい喋ってしまいましたけどあのー、まあライブを見るときはねどんな気持ちで見るのかどんな状況で見るのかどんなコメントをするのか配信者がどんな配信するのかはまあ自由です。だけど いろんな人が見てるよね配信者に対してもリスナーのチャット欄のコメントに対してもいろんな人に見られてますよ。ねそういうところを考えていけば誰がどういう行動をしてて誰がどういう思惑を持って動いてるのかっていうのが見えてくると思います。ね別に 外役ボランティアだろうがねなかろうがそんなことは NHK 問題にとって全く関係のない話ですなので僕にとったら全く興味のない話ですねそんな暇があるのであればね弁護士法違反で追及していってる立花党首の裁判 注目して、えー、支持者なりに外部の人間なりに僕たちも勉強して立花投手の動きについていけるように置いていかれないように、えー、やっていこうとそっちにエネルギーを使っていけばいいんじゃないかなと思います以上です徳島市より